アーチウェイ駅は、ロンドン北部、イズリントンロンドン特別区のアーチウェイにある、ロンドン地下鉄の駅である。当駅は、ホロウェイロード、ハイゲートヒル、ジャンクションロードが、アーチウェイロードに交わる地点、アーチウェイタワーの直下にあり、ノーザン線ハイバーネット支線のハイゲート駅と、タフネルパーク駅の間にある。当駅は、トラベルカードゾーン2と、トラベルカードゾーン3の境界上にある。 ハイゲートヒルに面した出入り口当たり駅は、チャリングクロスユーストンハムステッド鉄道の北の終点として建設された。現在駅がある場所は、ホロウェイロードの北端ではあったが、特定の地名はなかったため、旅客誘致の意味も込めて、近隣の丘の上にあった村の名前と同じ、ハイゲートと命名された。駅建設中にハイゲートヒルとアーチウェイタバーン付近の 村を結ぶヨーロッパ発のケーブルカーが開業し、アーチウェイタバーンも駅名の候補となっていた。2015年現在の駅入り口は、アーチウェイタワーの下のジャンクションロードとハイゲートヒルにある。駅はアーチウェイタワーの下にある。ジャンクションロードから見たアーチウェイタワーあたり駅は、レスリーグリーン設計によるチャリングクロスユーストンハムステッド鉄道に、 共通して見られた赤いタイルを貼った駅舎を備え、1907年6月22日に開業した。当駅は、チャリングクロス駅を起点に北上し、カムデンタウン駅で分岐した、ハムステッド中部の北の2つの終点の1つであり、新開発地に建設された、他の駅同様、駅名自体が地名となった。1939年7月3日、 ニューワークスプログラムの一環として行われた、ノーザンハイト開発計画の一環として、グレート、ノーザン鉄道のハイゲート駅まで延伸して、同鉄道の路線と接続、イーストフィンチリー駅までの乗り入れを開始した。乗り入れ開始に先立つ1939年6月11日に、駅名がアーチウェイをまたぐ近隣の立教にちなみ、ハイゲートに改称された。ハイゲートの名前を、 ロンドンノースイースタン鉄道の公開駅の下に新設された駅に譲って1941年にアーチウェイに1947年にはアーチウェイに改称されている。1930年に開業時からのエレベーターを撤去してエスカレーターに置き換え、チャールズ・ホールデンが設計したハマスミス駅のものと告示した駅舎を増築する工事が行われた。 113段の非常階段を通ってホームにアクセスすることもできる。ホームの壁面はホールデンが設計した他の駅と同様シンプルなタイル張りのものとなった。クリーム色のタイルが駅全体に使われ、駅名がタイルに書かれた。同様の構成は1930年代から1940年代に建設された近隣のハイゲート駅、ベスナルグリーン駅やセントラル線、 ハイノール都市線のガンツヒル駅などの数駅に見られる。北港ホーム、北を見る。南港ホームとも、ホーム幅がそれほど広くないことが当駅がかつて終端駅だったことを語っている。1907年にチャリングクロスユーストンハムステッド鉄道が開業した時、当駅は北側の終点となっていたため、駅南側にはシーサスクロスが設けられ、 北側には、引き上線が設けられていた。1939年に路線が北に延伸された際、北港の線路の延長線上にあった引き上線は、本線に転用されたが、南高の線路の延長線上にあったものは、引き上線として残された。駅南のシーサスクロスは、片渡りに変更された後、1967年10月15日に、 当駅がコーバーグ駅からのプログラム式集中制御となった際に廃止された。当駅の信号制御室は1961年6月25日に集中制御が導入された時点で廃止されている。渡り線があった場所はトンネル内径が大きいままで残っているが、信号ケーブルが南港、北港の線路の間を通っている。ホームの配置及び旅客動線の設計に、 終端駅だった姿を忍ぶことができる。ノーザン線の列車はボーデンまたはケニントンからエッジウェア、ハイバーネット、またはミルヒルイーストへチャリングクロス、またはバンクシ線経由で運転されるが、事故や工事などの際にはアーチウェイを折り返しの列車が運行されることがある。列車の運行頻度は時間帯により異なるが、 午前5時38分から午前0時19分まで、双方向おおむね3から7分間隔で運転される。ありがとうございます。